にちは、こんばんは。今日もお家でチャレンジメニューの日でーす。イエーイ。私ラザニアって食べたことがなくて、ラーメンとかグラタンの5キロはそんなに大したことないけど、パスタの5キロって結構重い方に入るんですよ。一応心配なので乾杯ビールは今日はやめておきます。乾杯ビールではなくこちらを飲もうと思います。いただき物のロゼスパークリングワイン、度数は 12.5。 ビールやめてこれっていうのが逆にハードル上がってる感すごいんですけど、一杯ぐらいはチャレンジマンに飲んでも大丈夫だと思うんで開けましょう。せーの、ささーん、2211、イエッ、わーお、湯気、最初に出てくる煙が好き。それでは初めてのラザニアに乾杯。香り、すごいイチゴの香りがする。あ、イチゴじゃなかった。フルーツ大好きだから、その甘さ抜いたこのフルーツの香りだけが残ってる感じがすごい美味しい。私が直接行けないので、お店の方が映像を撮って送ってくださいました。広いお店ですね。こちらはラザニアが作られているところです。全部自家製のベシャメルソース、ボロネーゼ、ほうれん草のラザニア、そしてイタリア産グラナパターノという粉チーズを3層にも重ねてオーブンでゆっくり焼き上げます。そして熱々のうちに家へとやってきたのであった。さっきね、これ持ち上げるの熱すぎたぐらいめっちゃまず灼熱でした。あー、めちゃくちゃいい香りがします。スタート前に食べはしないので先に切って断面を撮影。ということで来ました。結構ね、まだ暑いんですよ。重いです。しかも暑さが逃げないようにバットに入れてくださいました。断面を写したいので先にこちらに盛りましたが、まだ一口も食べてないです。とりあえずちょっとチェイサーで今日はお茶も用意しました。60分勝負、よーい、スタートー。いただきまーす。金属のスプーン嫌いだからさ、カチカチして。おー、めっちゃ濃厚なグラタン、なんて言えばいいの、飲めるこれ。飲めるっていう表現って大食いの人がやりがちだから、あんまり言わないようにしようって常に心がけてるんだけど、これはなんか、まさに飲める。欲しい。中に入れてくれたパスタが緑色でした。パスタっていうのかな。食べたことないったら始まる前にハードル高そうって言ったけど、全然グラタンをイメージしてたんですよ、勝手に。だけどグラタンっていうよりはミートソーススパゲッティに近いかも。取り分けるかっこいいスプーンじゃないからさ。ちょっとなんかお好み焼きのヘラみたいな。ああ、この端っこの香ばしいとこ絶対美味しいじゃん。ああ、この端っこ、うわー、この端っこやばい、端っこやばい。しかもこれ22年前だからね。今日は結構ハードなチャレンジかもと思って、実は昨日の夜から胃薬飲んで構えて待ってたんですけど、思ったよりめちゃくちゃスルスルいける。
重い。そしてこっちのスプーンで食べた方がいい気がしてきた、うん、このさ、酸味具合とさ、塩加減がめっちゃちょうどいい。間にホワイトソースも入ってます。あ、わかった。さらっと食べれるなと思ったら、このホワイトソースが重たくない。ホワイトソースが軽い。塩分と酸味が程よいとはいえ、ミートソースって濃いめの部類には入るじゃないですか。だけどこのホワイトソースが軽いからちょうどいいんだ。さらっといけるんだ。あー、やっぱ氷入ってる。美味しい。やばい、これ調子に乗る美味しさ。どうしよう、ちょっとね、倒しそうなんで。この辺中のトロッとしたとこも美味しいし、この表面のチーズのなんか香ばしいところもめちゃくちゃ美味しい。さ、プルンとしてる。プルンとしてて程よいもちもち具合。もちもちってほどじゃないし、でもほんとプルンともちもちの中間っていうか、さすがですね。全体的に計算されてる。どこらかの国のミシュランみたいなやつで賞を取ってるぐらいのお店なので、ね、食べたことない私が言うのもあれですけど、味はめちゃくちゃ本格的です。気持ち的にもう満足です。めちゃくちゃ満たされた。3分の1ぐらいしか食べてないから。女性の方がね、作ったからかな。結構重たい感じのお料理っぽく見えて、なんかどこか繊細で、こうなんだろう、軽い足取り、足取り。いろいろ今日知りました。ほら、あと41分もある。どうしよう。こういう麺類っていうの、ひもかわうどんを想像したんですよ。群馬県のもうやっぱりパスタ、全然ひもかわうどん系とはまたねちょっと違う。やっぱり当たり前だけど。美味しく、あ、あとこれしかない。東京はもうちょっと我慢したい、する。でも、それが終わった後は、もう、目いっぱいね、飲食店さんにね、なんか貢献できることができればいいなと思っております。ほんと、綺麗事じゃなく、マスク合いそう、あの辺ね。私、東京来て何年経つんだろう。今、残り、こんくらい。こんぐらいな、暑いと暖かいの中間ぐらい。暑っていうほどではないけど、ぬるいまで冷めてない。最後にこの周りのカリカリ取ろうと。めっちゃ直りだ。とりあえずお皿単調。器から食べるっていうさ、この背徳感、背徳感ってなんか美味しさを増すよね。ホワイトソースが結構
ああ、終わるの寂しいなと思って、ゆっくりしてたけど、さすがに食べちゃうか。あんまりほぼラスト。ちょっとラスト。ちょっと楽しい。食べてる感覚に。美味しかった。こんなに軽かったんだ、このバット。やばい。いや、さっきすっごい重かったの。クリスマスイエーイということで、素敵な特典があります。さくらの動画見たよ。で、ディナーのお会計がなんと半額になります。めっちゃくちゃすごいのにおすすめって言いづらい今の状況がもどかしい。ごちそうさまでした。次回会いましょう。失礼。本日の NG 集、せーの、さざーん、にに、いちじー。あ、ちょっと待った、失敗した。もう一回。NG 集。ホワイトソースが軽いから、ちょうどいいんだ。さらっといけるんだ。いい感じにさ、黒子と鏡ぐらいのなんか感じになってる。超いい感じです。あ、すいません。黒子とかか。わかんない。光と影。光と影っていう感じで、どっちもいい感じで。あ、月と太陽。月と太陽って感じで、めっちゃいい感じにね、ホワイトソースとミートソースが絡まってます。私はじゃあ太陽系を飲み込んでるブラックホールじゃん。お酒飲めないキャバ嬢さんがよく言えるやつって感じ。一本は継がれてしまうから、それ一杯はどうしても飲まなきゃいけないけど、飲み干してしまったら次を継がれてしまうから、一口飲んでは氷を足してって言って、常に入ってる感を醸し出すみたいな。でもしょうがないよね。飲めないけど場の雰囲気を担当なら何でもない。この話保育士さんに対してさ、子供と遊んでるだけでお金もらえていいねって言ってる人見たことあるけどさ、はぁーって思って。人の命預かるのどんだけ大変か分かってんのかみたいなさ、めっちゃ怒った。なんかそういう発言してる人にイラってきたことあるんだけど、何の職業でもさ、真剣にやってる人ってすごい真剣にやってるんですよ、何をやってても。だからさ、軽々しく偏見で職業を見ないでほしいなっていうね。なんかなんでその話したんだ。食べよう。あ、なんだかんだあと20分じゃん。食べよう。買ってきたケーキあるじゃん。あれ、お店でケーキ食べるとき絶対気にしないけどさ、お家で食べるときだったらさ、周りの透明のビニールこう剥がしたときにさ、クリームめっちゃついてたらスプーンでこそぎ落としちゃう。おまけ。チャレンジに関係なく、お店おすすめの生ハムやプレッツェルもいただきました。ので、チャレンジ後に食べてみました。プレッツェルとからすみクリームはテイクアウトをお買い上げのお客様にプレゼント中。一口ずつ楽しんで、あとはねちょっと時間を空けてからゆっくりじわじわいただきたいと思います。イメージする生ハムと違う。ほわって言った。ほわ、上品な牛乳がいる。うん、このモッツァレラはこのまま楽しみたいやつ。ピザとかに乗せたらもったいない。もったいないっていうのもあれだけど、冷蔵庫にあるのがローソンの安いやつしかなくて、これせいだ。今日撮影で飲むつもりなかったから、安いローソンのビールしか入ってなかったんですけど、私安いビールでもすごい美味しい。このビールちなみにさ、あーなな10分ぐらい冷凍してから飲むとめっちゃ美味しいです。お疲れー。お料理に合わないけど。あとで楽しもう。勢いで全部食べちゃいそうだけど。軽く温めてきた。プレッツェル。プレッツェル。大事なのでもう一度言います。これは
テイクアウトをお買い上げのみんなにあげているそうです。880円が無料ってやば。何かのハーブを感じる。ここからすみマヨネーズって感じ。でもマヨネーズみたいにツンってこなくて、お上品なクリームっぽい感じで。最初はこっちの香りがふわっときて、でもプレッツェルを噛めば噛むほどいい感じにこう混ざり合っててね、最終的に結果美味しいっていうか、このクリーム美味しいな。今でもこんなに美味しいと思うから、後でお腹が空いた頃にもう一回食べたら絶対さらに美味しいと思うんで、今日も見てくれてありがとうございました。イエーイ。ごちそうさまでした。どうでもいいおまけシリーズ、イエーイ。ちょいと一つ雑学でも。1830年のアメリカではケチャップが薬として特許を取っていた。確かにトマトは栄養豊富だし、私もむくみ取りでよく食べているのでわからなくもない話。それはトマトでしょう。ちなみにコーラは南北戦争時代にコカイン入りの炭酸シロップとしてモルヒネ中毒者への治療に使われたのが始まりなんだって。今はコカインもダメだからカフェインで代用されてるよ。お年寄りがコーラを毛嫌いしがちなのはそういう由来が頭にあるからなのかななんて思ったり。それはどうでしょう。本日も最後まで見てくれてありがとうございました。次回はちょっと実験的な要素もある手作りデカ盛りの大食いチャレンジです。何が出るかは見てのお楽しみ。ほんじゃ、またね。